平野紫仕様の衝撃的過去暴露。ジャニーズ時代の秘話とはカウアン氏の暴露と平野紫仕様の衝突、そこを暴露、そしてト米の揶揄が明かすジャニーズの舞台裏。ジャニーズ事務所の舞台裏には、華やかなエンターテインメントの裏側に潜む謎とドラマが存在します。 その中でも、俳優で歌手の岸優太と元ジャニーズ Jr. のカウアン・オカモト氏の物語が注目を集めています。カウアン氏がジャニー・北川氏を告発し、岸優太との関係が明かされる中で、ジャニーズの裏舞台に何が起きていたのか、その謎を探ってみましょう。カウアン・オカモト氏は27歳。 ジャニーズジュニア出身であり、2023年8月4日に日本外国特派員協会で記者会見を行い、ジャニーズ事務所の裏で起きている性的搾取と虐待の疑惑を告発しました。この告発は国連人権理事会の専門家まで引き込み、日本記者クラブで再声明を発表する事態に発展しました。 カウアン氏がジャニーズ事務所に入所した経緯や彼が憧れるミュージシャンとしての道を模索し、ジャニー氏に相談したエピソードも明かされています。彼の告発は、ジャニーズの体制やその運営に大きな影響を与えることになるでしょう。しかし、カウアン氏とシユータとの関係も興味深いものがあります。カウアン氏がジャニー氏のマンションを訪れ、 キシユタと出会った時のエピソードによれば、キシユタはカウアン氏に対して非常に優しく、かつ率直なアドバイスを送っていたようです。キシユタの人柄やカウアン氏が彼を評価している様子は、読者の心を引きつけることでしょう。一方、キシユタと平野ノ様との関係には衝突があったという噂があります。カウアン氏が暴露した内容によれば、 ヒラの仕様はかつて問題を起こしていたとされています。ジャニーズの裏側には語られざるエピソードが数多くあり、ヒラの仕様との衝突もその一つでしょう。カウアン氏が平野仕様を大嫌いと暴露した背景には、かなりの複雑な事情があると見られます。カウアン氏の一方的な暴露を鵜呑みにすることはできませんが、これらの情報は読者の関心を引きます。 さらに、平野市洋がジャニーズ事務所を退所した後、新会社、株式会社トべに合流するという報道もあります。この報道によって彼のジャニーズ退場には一体何があったのか、読者は興味津々でしょう。 カウアン氏の告発と岸シユタとのエピソード、平野氏用の退場に関する一連の報道は、ジャニーズファンだけでなく一般の人々にも興味深い情報となり得ます。華やかなエンターテインメントの裏側に潜む謎とドラマに、誰もが心を惹かれることでしょう。これからもカウアン氏の暴露は続くかもしれませんし、岸シユタや平野氏用の動向にも目が離せません。 ジャニーズ事務所の裏舞台には、未だ明らかにされていない真実が潜んでいるかもしれません。読者は目が離せない舞台に引き込まれることでしょう。ジャニーズファン、エンターテインメント愛好者、そして一般の読者にとって、岸優太の躍進とカウアン・オカモトの告発に滲む、ジャニーズ裏舞台の謎は、まさに魅力的な記事の素材と言えるでしょう。 米印この記事はフィクションであり、実際の出来事や関係者の発言とは一切関係ありません。